んにちは、ブロ岡山中央店の金田です。本日はリアチエーレ医大南の物件のご紹介をさせていただきます。では早速行きましょう。もう早速なんですけど、こちらですね、はい、集合ポストとその下には合計で6つですね、宅配ボックスがご用意しております。ご不在時にとても役に立ちますね。はい、そしてこちらオートロックです。オートロックついてるのでセキュリティは万全です。もうちょっと番号を済んで見ちゃダメですよ。はい、開きました。はい、じゃあ行きましょう。はい、それでは早速お部屋の中入っていきましょう。はい、どうぞ。お邪魔します。はい、どうぞ。はい、じゃあこちらですね、入ってすぐ、はい、シューズクローゼット。シューズクローゼットって なんて言うんでしたっけ。シューズボックスですね。シューズボックスがございます。こちら高さは自由に変えれるようになっているので、背の高い、まあ、ブーツとかですね、そういったものを用途に合わせて高さを変えていただければなと思います。そしてこちらですね、入ってすぐになります。はい、こちらとても綺麗なお手洗いがございます。床もちょっとおしゃれですね。ちょっとこじゃれた柄になってます。そして上には、はい、トイレットペーパーなど収納できるようなスペースも確保されております。そしてちょっと緑な感じで落ち着きますね。落ち着いてうんちできます。はい、じゃあ反対側ですね。こっち開けていただくと、はい、脱衣所、まあ、洗面所になっております。まあ、ここもなんかすごい全部おしゃれな感じのデザインですね。床とあとは壁のクロスと、でその下ですね、洗濯機置き場がございます。結構大きなものを置けそうですね。そしてこちら洗面所、まあ、真っ白な白を基調としたとても綺麗めなデザインですね。はい、そして収納もしっかりあって、こちらですね、まあ、朝の寝癖直しはこれで一発で完璧です。はい、そしてこちらですね、お風呂場の機能がございます。ここはこの時期は嬉しいこの予備暖房ですね、先に温めておいて温かいお風呂にそのまま入りましょう。そしてこちらが浴室乾燥機、あとは もちろん24時間の換気機能もついております。またタイマー機能もついてるんで、お好きな時間で切ることできます。便利ですね。はい、じゃあそのお風呂に入っていきましょう。結構広いですね。あ、ちょっと水出ましたけど、よくじゃ。はい、176センチの大人が入っても全然余裕です。そして上が、まあ、浴室乾燥機用の、まあ、ハンガーかける部分ですね。物干し竿がもともとついております。こちらで簡単に雨の日は干すことができます。そしたら、はい、全部閉めましょうね。はい、じゃあリビングになります。ダイニングキッチンですね。はい、どうぞ。はい、すぐとても広々としたスペースがございます。そしてメインはこちらキッチンスペースですね。お料理をされる方にとっては嬉しい二口コンロ機能付きになっております。そしてお料理グッズとかもたくさんあると思いますので、こういったスペースがしっかりとご用意されております。上ももちろん収納スペースになっております。そこまで背が高くないので、まあ、小柄な女性でも届くかなと思います。あ、そちらね、ファイルがあるんであえて開けなかったんですけど、はい、はい、そしてこちらですね、こちら開けていただくとくつろげるようなスペースがございます。しかも違う部屋ですね。どうぞ。こちらもとてもおしゃれなアクセントクロスになっております。とても可愛らしいデザインで落ち着きますね。
して、この部屋には元々の設備としてエアコンが1つと、あとは照明も元々設備としてご用意させていただいております。そしてこちらですね、収納スペースがこちらになります。ちょっとしたバルコニーの方に出て行きましょう。ちょうど夕日が昇っていい感じです。こんな感じですね。バルコニーから見える景色、とても今夕日が昇ったので綺麗です。そしてこちらですね、これをセッティングしていただいて、こちらにこの干し竿をご用意していただければすぐに洗濯物を干すことができます。まあ、とても広々としているのでお布団とかも干しやすいかなと思います。はい、こちらが入居者様専用のゴミステーションになっております。可燃とあとは不燃ですね、しっかり分別してこちらに押してください。そしてこっちです。駐輪場の自転車を置いていただくスペースございますので、ご利用の方はこちらにお止めください。はい、そしてこちらですね、キッチンのところにあるこちらですね、給湯器になります。こちらで簡単にお湯張りと、あとは温度設定ですね、こちらで簡単に設定していただけます。そして角曲がったすぐ隣ですね、こちらです。こちらがテレビ付きのインターホンになっております。ご来客時にはこちらで簡単にオートロックの方解除できます。まあ、こっち画面ね、来客した方が映るので安心かなと思います。以上でリアチェーで左東の物件のご紹介を終わります。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録、あとはご来店の方お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。